赤チョーク、青チョーク。中学生の頃の話。私の通っていた中学校には、消えないチョークという噂があった。赤と青のチョークが学校のどこかにそれぞれ一本ずつあるというもので、噂の通り、そのチョークで書かれたことは、絶対に消えない。特に赤いチョークで願い事を書くと必ず叶うとも言われていた。ただし、願い事は一息で書くこと。途中で考えたりためらったりしてはいけない。もし願い事を取り消したいときは青いチョークで逆のことを書く。だから、私が通っていた中学校では、チョークがあると、とにかく願い事を書くのが流行っていた。黒板に一息で書いて、黒板消しで消してみる。消えなければ願いが叶うと思って。私も放課後になると、マリア、フーカたちと一緒に願い事を書いた。胸が大きくなりますように。男子が静かになりますように。次のテストで100点取れますように。お母さんが帰ってきますように。黒板に書かれたたくさんの願い事は、どれもみんな消えてしまった。ある朝、私が登校して教室に入ると、ちょっとした騒ぎになっていた。黒板を見ると、赤い文字でこう書かれていたからだ。コウスケが私を好きになりますように。ミオが死にますように。ミオというのは私の名前だ。読んでゾッとした。誰が書いた犯人か考えなくてもわかっていたから。私は、コウスケとは小学校低学年の頃から仲良しで、それを妬んでいる女子が一人いたから。周りを見回しても、その子はいなかった。私は怒りながら、黒板消しで黒板を拭いた。でも、字は消えなかった。慌てて何度も何度も力を入れて拭いたけど、文字は消えるどころか、かすれもしなかった。まさかこれ、本物の赤いチョーク。そう考えたら、急に怖くなってきた。膝の力が抜けて、その場に座り込んだ。悲しいわけじゃないのに、ショックで涙が出てきた。だって、もし本当なら、青いチョークが必要なのに、それがどこにあるのか誰も知らなかったから。先生もすごく驚いていた。その日のうちに黒板は別のものに取り替えられた。字が消えないし、死にますようになんて書かれていたから。マリもフーカも他の友達も、みんな青いチョークを探してくれたけど、結局見つからないまま、私たちは中学校を卒業した。え？犯人？どうしてるかなんて知らない。その子、その日から学校に来なくなったから。あれから随分経つけど、私はまだ生きている。ただ、あの日から、コウスケ君も学校に来なくなっちゃったんだよね。ある女子の語り。暗い話をいきなりするといえば、中学の時に担任と心中未遂した女子の語りが怖かったな。
車の中でガス使って心中しようとして、担任に渡された薬飲んで眠って、気づいたらなぜか車の外に出されていて、担任だけ車の中で死んでいたらしい。私が眠った後に、やっぱ自分だけで死のうって思ったんかな、と無表情で言われた。顔がいいからクラスの男子が彼女の話をしているのは聞いたことがあったが、私はそれまで全然話したことがないので、いきなり声をかけられて、心中未遂の状況やら、小学生の時から担任と知り合いで、中学入ってから付き合い始めたとか聞かされても、相槌すら打てんかった。その子は転校とかせずに、その後も普通に学校に通い続けて、卒業式の次の日に、首吊り自殺した。家が怖い。母親の部屋の襖に描かれた壺の絵から、カッパみたいなのが飛び出して去っていったことがあったんだよね。一緒の布団に入っていた妹もそのことを覚えてるし、母親もその話をするといきなり不機嫌になる。今ではその絵の前に玄関に置いてあった靴箱を無理やり置いちゃって、部屋がとんでもなく微妙なレイアウトになっている。母の部屋が靴だらけで笑うしかない。10年くらい前には何も入っていなかった屋敷神様の祠に、妹が紙粘土で狐の人形を作って入れて、その直後に妹は狂ったように暴れる。徘徊癖。部屋に入ると1ヶ月近く何も食べない、出てこない。屋敷神様の祠のすぐ隣にお稲荷さんの祠もあるので、妹はこっちもお狐様かと勘違いしたのかも。これだけじゃないけど、正直自分の家なのにすごく怖いです。知らないおじいさんと子供もいるみたいで、外にある鉄の階段を上り下りする音が、毎年初夏の早朝聞こえてきたり。何なんだろう。とにかく家が歪んでいるみたいな気がして怖いです。外に出かけると稀に脳みそに直接響くみたいな感じで、周りに誰もいないのに超至近距離で囁かれたりしています。息を引き取る直前、俺の義兄の体験話。義兄の姉さんが26歳の若さで癌で亡くなった。まさに息を引き取る直前に、なぜかハンバーグが食べたいと言ったそうだ。その場に居合わせた身内が、何？ハンバーグ？と聞き返した直後に御臨終となった。初七日を過ぎた頃、義兄の夢にお姉さんが現れて会話できたそうだが、義兄が、なんであの時ハンバーグとか言ったの？って聞いたら、そうやってみんながなんでだろうって考えてくれてる分、私のこと覚えててくれるでしょ？って言って、豪快に笑ったそうだ。死ぬ直前までお茶目さん。彼女はきっと成仏できたに違いない。
海辺老婆。ある夜、友人らと共に隣の県までドライブをしていました。少し遠出をした理由の一つとして、その県はかなり有名な心霊スポットが多いということから、好奇心に身を任せて行ってみようということになりました。心霊スポットに行こうと言っておきながら、幽霊的な面と法律的な面でかなりビビり集団だった私たちは、建物内部に入るわけでもなく、道路沿いから廃墟になった建物を見て、また次の心霊スポットへ向かうのでした。三つほどの心霊スポットを眺め、海辺近くで一服するかということになり、また車を走らせていました。山沿いを走る道中で、左の助手席に座っていた A が言った、今、おばあさんみたいなのいなかった?という言葉に車内は凍りつき、見間違えだろ、ということになりましたが、左の後部座席に乗っていた私も確かにおばあさんのような人を見ており、内心恐怖心でいっぱいでした。海辺についておのおの一服していると、A が、誰か遠くで歌を歌っていないか、と言い出しました。耳を澄ますと、波の音とともに誰かの鼻歌が聞こえるような気はしましたが、それよりも何かゴロゴロと引きずっている音の方が確実に聞こえました。何か引きずってこっちに近づいてる音しない?と私が言うと、海岸の海の途中まで突き出した防波堤から、おばあさんがシルバーカーを押しているのが見えました。時間帯は午前1時過ぎで、さらにシルバーカーを押す年齢のおばあさんが防波堤までどうやって行ったのかがわからない状況でした。ただ、田舎県に住んでいる私たちは、この手の事態はもしかしたらあり得るのかもしれないという思考がありました。認知症の老人が夜中に家を抜け出してしまい、捜索願いの放送が流れることも多々あり、もしかしたらその類かもしれないという話になりました。ただ、山道でもおばあさんを見ている A と私は怖いため、B と C が見に行くことにしました。車内で待っている私と A は、絶対人間の類じゃないという話をしていると、B と C が戻ってきました。無言で車を走らせた B に、私たちは何があったのか尋ねました。結論から言うと、おばあさんが目の前で消えたというのです。大丈夫ですか?と近づいていった B と C は、おばあさんが鼻歌を歌ってこっちに近づいてきたと言います。ただ、近づいてくると同時に体が薄くなって突然姿が見えなくなったというのです。まあ、本当の人なわけないよな、と言っていると鼻歌が鮮明に聞こえ、後ろを向くと道路の中心におばあさんが立っていました。結局それが幽霊だったのか何だったのかは断定できませんが、この話を知人にすると、霊感の強い人は何かを感じたり、ポルターガイスト的なことが起きるそうです。エレベーターが故障。彼はエレベーターの管理、修理をしている。ある日、病院のエレベーターが故障して止まってしまった、と連絡を受けた。すぐに車を飛ばしたが、到着した時には2時間が経っていた。
現場へ向かうと人だかりができている。中には看護師が閉じ込められているらしい。大丈夫ですか？彼が呼びかけると怯えた女性の声が返ってきた。出してください、早くここから出して。ガンガン扉を叩く音がする。待ってください、今すぐ助けます。道具を並べ作業に取り掛かった。扉から離れてくださいと叫ぶ。早く早く早く。ガン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 。扉から離れて。彼はもう一度叫んだ。ガン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 。扉は狂ったように内側から叩かれている。ちょっと尋常ではない。パニックになっているのだろうか。周りの人も不安げに顔を見合わせている。見かねて委員長が扉に近寄って怒鳴った。扉から離れなさい、危険だから。離れてます。女性の悲鳴のような声が聞こえた。暗くてわかんないけど、ここ何かいるみたいなんです。彼はゾッとした。じゃあ今目の前で扉を殴打しているのは何だ。努めて考えないようにして大急ぎで作業にかかった。扉を開けた時、看護師は壁の隅に縮こまり、しゃがみ込んで泣いていた。彼女曰く、電気が消えた後、何者かが寄り添って立っている気配がしたという。気配は徐々に増え、彼が来る頃には、エレベーターの中は、そいつらでいっぱいだったそうだ。お地蔵さんの呪い。小学生の頃、通学路に小さな祠があった。その傍らに背が40センチくらいの地蔵が4つ、通学路の方を向いて並んでたんだが、右端の地蔵だけ顔が見えないように、チュンリーのふんどしみたいに顔の前面が布で隠されていた。上級生とかからの噂で、その地蔵は顔を見た人間に呪いをかけるので、顔を隠されているのだという。絶対にその地蔵の顔を見てはいけない、と話題になっていた。そもそもその祠は、小学生が簡単には登れないような崖、というか、ただの斜面の高みにあり、祠への道もあるにはあるんだけど、崖自体でちょっと危険だったし、また、祠周辺も小学生には不気味で怖い感じだったので、誰も近づこうとしなかった。が、ある日、同じクラスの A 君が、呪いが本当にあるかどうか確かめると言い出して、仲間を連れてその祠を訪れた。4人でそこを訪れ、言い出しっぺの A 君が崖を登って地蔵のところへ行き、残りの3人は通学路でその様子を見ていたという。実際に手をかけた A 君によると、顔の前面が隠されていただけでなく、さらに顔が何重にもぐるぐる巻きにされていて、内部は安全ピンなどで厳重に固定されていたらしい。A 君の手によって、ついに右端の地蔵の顔があらわになる。なんだ、顔の部分が壊れてたから隠してただけじゃねえの。ほら。ほら、
と見るように促された残りの三人も、通学路から遠目に地蔵の顔を見た。その顔は、どうやら何か強い打撃を受けたかのようにひび割れ、砕け、ボロボロになっていたらしい。真相が分かったところで、A 君はまたその顔を布で巻いておこうとした。が、元の綺麗なふんどし型の巻き方が分からなくて、顔はぐるぐる巻いたものの、最後は泥棒のほっかむりのように、顎の下で布を結ぶ形になった。以上が、小学三年の冬休み前の話。この後、冬休みを経た後、A 君は鼻が病気になって調子が悪くなり、四年生になってすぐに手術をした。A 君は小学生ながら端正な顔をしていたんだが、手術の影響らしいんだけど、ちょっと顔の形が変わって格好悪くなった。夏休み過ぎ、自転車の事故で顔面がひどく傷つき、さらにそれから間もなく家で夜間の熱湯をかぶったかなんだかで顔をやけどした。その後、少なくとも中学を卒業するまでその傷跡は残っていた。偶然かもしれないけど、地蔵をいじってから一年で A 君の顔はまるで変わってしまった。 A 君と一緒に地蔵を見た残りの三人は何ともなかったんで、俺たちの中で噂は、地蔵の顔を見ると呪われるから、地蔵の布をほどくと呪われるに変わっていた。 A 君の火傷から少し後、ある日の夕方、公園で遊んだ帰り、俺が友達と二人で歩いていて、その祠の前を通りかかった。ポロシャツのおじさんが地蔵のあたりで背を丸めているのが見えた。その傍らに箒が見える。掃除しているらしいのが分かった。おじさんが雑巾で地蔵を拭いているのを立ち止まって見ていた。右端の地蔵は A 君が巻いたほっかむりのままである。おじさんが次にその地蔵を洗うのか、ほっかむりを外そうと手を触れた。それほどいたら呪われるよ。俺はおじさんに声をかけた。お地蔵さんはお前らのこともみんな見守ってんだから、呪ったりするわけねえべ。おじさんはニコニコ笑ってほっかむりをほどく。地蔵の顔は綺麗だった。お父さん。私の母は霊感があり、時々触られたり、声をかけられたり、姿を見たりしていました。しかし、お祓いなどはできないので、そっとしておくようにしているとのことでした。そんな母が、私が小学5年生の時に話してくれたお話です。私の父は、自営業をしており、工場を持っています。その工場の2階に事務所があり、私の父はそこで夕飯を食べてから家に帰ってくるという生活をしています。いつも夕飯を食べ、少し仮眠をとってから帰ってくるのですが、その日は寝入ってしまったようで、なかなか帰ってきませんでした。時々そんな日があるので、特に気に留めず、私たちは寝ることにしました。私の家は鉄の門があり、そこを開けてから駐車場、そして玄関につながります。門を開けるのも
駐車場に入るのも、玄関を開けるのも音が聞こえるので、帰ってくると音で帰宅したことがわかります。私が深く眠りについている頃、夜中の3時頃にその門が開く音が聞こえ、母は目を覚ましたそうです。駐車場に車が入ってくる音、玄関が開く音がし、父が帰ってきたようでした。私たちが寝ている部屋に入ってきた父は、カバンを置いていつものように過ごしていたそうですが、母は何か違和感を感じ、寝たふりをしていました。何が違うと感じたのかはわからなかったそうですが、何か父ではない、と直感的に思ったそうです。父は寝ている母を起こそうと、ママ、帰ってきたよ。ママ、起きて。帰ってきたよ。と、何度も声をかけられ揺すられたそうですが、絶対に答えてはいけないと思い、寝たふりを続けていたそうです。すると父は、もういいよ。お風呂に行くよ。と言うと、お風呂の方に向かって行ったそうで、そこでやっと起き上がり、周りを見ましたが、いつも置いてあるところにカバンはなく、駐車場にも車はありませんでした。やはりあれは父ではなかったのかと思っていると、また門が開く音がして、駐車場に車を止める音、玄関が開く音がしました。その時は、何にも違和感を感じることはなく、本当に父が帰ってきたようで、いつものところにカバンを置き、私たちの部屋に入ってきた父は、まだ起きている母を見て、まだ起きていたのか、と驚いている様子だったそうです。しばらく父を見て、本当の父だと分かったようで、そこでやっと声を出したそうです。一度帰ってきたものは何者だったのか、未だに謎で、これといったオチはありませんが、時々私が住む家には、このような不思議な出来事が起こります。俺は結婚できないと悪霊になるらしい。俺は結婚できないと悪霊になるという話。大学時代、日本人は死んだらみんな恐山に行くんだ、とおじいさん教授に言われた。教授はそういうのを専門にやっている人ではない。ゼミの飲み会での話だから、世間話として喋ったんだと思う。その日は俺の興味がない話題で他の生徒同士盛り上がっており、教授もポツポツとしか話題に乗らなかったので、暇そうな頃合いを見計らって前述の恐れ山にの話を掘り下げて聞いた。日本国籍を持っていれば恐れ山に行くんですかね、と聞くと、法律で決まっている日本国籍というのではなくて、心根が日本人ならば行けると思う、という。俺は関西で生まれ、海外で育ち、成人してからは関東にいる。青森には縁がないのだが、それでも行くのか、と聞いた気がする。心根は日本人だと自分では思っているので。すると教授から、生きているうちは恐山は青森県にあると思うことしかできないが、死ねば違う。土地との縁よりも日本を治める
仏様や神様との縁が重要。との答えをもらった。その時、俺はなんとなく、あの世の力が恐山から漏れているだけで、死ねばその力の大元に惹かれるのだから、恐山というこの世の座標は意味を持たない、という話かな、と納得した。その後は、オカルトめいた話をするわけでもなく、教授と深い付き合いをするわけでもなく大学を卒業し、この話を忘れかけていた。そして先日、弟が俺より先に結婚した。弟の嫁は東南アジアの人。国際結婚にはありがちだが、日本でも式を挙げ、嫁さんの国でも式を挙げる。弟もそうだった。しかし、理由が少し変わっていた。まず、国際結婚するほとんどのカップルは、参列者の肉体的、経済的な負担、それぞれの文化の違いを考えて2箇所で結婚式をする。俺のところの親戚は元気で、それなりに懐に余裕がある海外の生活に慣れ親しんだ奴らが集まっていて、最初は嫁さんの国だけで結婚式を挙げようとしていた。しかし、嫁さんの父方の祖父母がものすごく反対してきた。嫁さんは首都生まれ首都育ちで、学生の時から世界を飛び回っていたという才女で、多様な価値観を受け入れるというか、受け流すスタイルなのだが、その父方の二人というのが、日本でいう田舎の豪商のような、しきたりと付き合いを大事にする人たち。彼らには、占いというか、神事というか、そういうものが、何より大事とのこと。俺の弟の嫁さんは、その血縁の中に残った唯一の未婚女性なので、念には念を入れて式を挙げたいのだと。彼ら曰く、嫁さんの国だけで式を挙げてしまうと、嫁さんを見ている神様、精霊にのみ許可を得ることになり、弟と日本で弟を見ていた神様との縁は薄れてしまうのだそうだ。しかも、嫁さんを見ている神様は、俺の弟との結婚は認めても、特に弟を見てくれるようになるわけではない。すると、弟が死んだ時にどちらにも引っ張ってもらえず、放浪することになる。それはいけないということで、弟を見ている神様にも許可をもらい、縁をつなぎ、弟の死後に魂を引っ張ってもらうために、日本でも結婚式をやってくれと。もちろん参列はするし、日本の風習に合わせた水引きだの、ご祝儀だの、そういうものも用意すると強く言われてしまっては、こちらも納得するしかない。やっぱり俺たちは宗教についてあまり深く考えてないんだね、などと親戚中で話題にしているときに、一番最初に書いた教授との話を思い出した。日本での結婚式の最中、これで弟も死んだら恐山に行くんだな、と思い、お祝いついでの軽いオカルト話も許されるだろうと、親しい親族のみになったタイミングで弟にその話をしたんだ。弟は恐山云々を知らなかったようで、楽しそうに聞いてくれた。その場にいた嫁さんも軽い話として聞いてほしかったのだが、なぜか
表情が暗い。これは嫌な思いをさせたかと思い謝ると、嫁さんは、あなたはまだ結婚しないのか、早くした方がいいと不安げ。国によっては長男より早く弟が結婚することはタブーであることも多いので、笑って気にしなくていいのだということを伝えたのだが、まだ何か言いたそう。弟も不安になってきたようで、控室に三人で引っ込んだ。あとは嫁さんの話をまとめる。今はお祝いの席だし、この話は落ち着いてからまた後日あなたにしようと思っていた。私の父方の祖父母が強く両方の国で結婚式をやろうと言い出したのは、あなたの写真を見てから。この人は死後いい方向へ引っ張ってもらえない。旦那がこうなっては危ないと言い出して、失礼だとたしなめても聞かなかった。なんとか本人には言わないようにと頼み、自分からあなたへ言うという約束で日本に来た。ただの田舎の迷信だと思うけど、祖父母の見立てによると、あなたは日本の神様と縁が薄く、あなたが昔住んでいた海外の精霊との縁が濃いが、その精霊は良いものではなく、おそらく死ねば悪霊的なものに取り込まれてしまうとのこと。あなたの縁がそうなってしまった理由はよくわからないが、しっかりとしたものとの縁がある女性と婚姻して円満な家庭を築き、自分も見てくださいとその神様に合った方法で祈り続ければ多分大丈夫。嫁さんはオカルトを信じておらず、ただの身内の失礼として捉えていたようなのだけれど、俺がオカルト好きに見えたというか、弟の話からバレたんだろうな。信じる人には酷な話かもしれないと思ってくれたようで、とても丁寧に言葉を選んで伝えてもらった。実は俺、前に一度昔住んでいた海外の精霊みたいなものとの縁を感じたことがあるんだ。早く嫁さんもらわないと危ないのかな。ちゃんと縁ができる前に死んだら怖いな、と思った。ちなみに、縁というのは日本的な考え方で、嫁さんの方の国では波長が合うとか、色が合うとか言うらしいのですが、日本の神様も出てくるので、縁という言い方で統一させてもらいました。怪現象の原因。ある日友達が、家の中の雰囲気がざわついてておかしいんだよね。旦那も体調が優れないし。と言い出しました。で、その時あたりを境に、友達の家の中でいろいろな怪現象が起きるようになったそうです。家の中にはその友達一人しかいないのに、階段を登っていく足音がしたり、玄関先のすぐ脇にある和室に部屋の中をさっと横切る黒い影が見えたりしたようです。この辺までは友達も気のせいかなと思い、なるべく気にしないようにしていたそうです。でも、だんだんと怪現象はエスカレートしていき、夜中に友達の耳元でパチンと
大きな手を叩くような音がしたり、家の2階のバルコニーのない側の窓の、要はガラス窓の向こう側には足場のない状態の窓の外側に左右の大きな手形がついていたりしたそうです。前日に窓拭きをした時にはなかったのに。その昼間に窓に手形がついていてガクブルしたその日の夜に、友達が家の階段から落下し骨折。後に友達は後ろから背中を押されたと言っていました。さすがにここまで来ると何もしないわけにはいかないということになって、別の友達を通して霊能者とアポを取り、家に出向いてもらうことになったのだそうです。骨折から一週間後に霊能者が家に来て、玄関に入り、一言こう言ったそうです。この家の中には生き霊がいるよ。でもその生き霊は骨折したあなたと私とアポを取ったあなたが作り出したものだよ。あなたたち、ここ一年の間に縁を切った共通の友人がいただろう。縁を切ったはずの友人の悪口をあなたたちがいつまでも二人で言い続けるから、あなたたち二人のその友人に対する悪意が、この生き霊を作り出したようなものだよ。あえて厳しい言い方をするけれども、姿形はその嫌いなお友達だけれども、実態はあなたたち二人の今の心のあり方そのものとも言えるよ。霊体化してしまっているし、あなたもそのように怪我までしているから、今日はきちんとお祓いをしていくよ。でも、あなたたち二人がその嫌いな友人の存在から自分自身の意識を離れさせないと、また同じ現象を繰り返すよ。お祓いしている間中、一人の友人は背中の痛みに、もう一人の友人は割れそうな頭の痛みに苦しんだのだそうです。怪現象はお祓いの後はピタリと止んだそうです。この話を友人二人から半ば涙目状態で聞いたときに、自分自身の黒い心がそういうものを作り出し、自分自身に危害を及ぼす、ということがあるのだなぁと、本当に愕然としました。なんていうか、怖いと同時に自分自身の心も諌められるような、そんな話でした。神様と呼ばれた木。この話は私の知人からまた聞きした実際にあった出来事です。ここでは知人の友達を仮に T さんとします。 T さんの曽祖父は K 地方の田舎に夫婦で暮らしていました。そして家の裏山には神様と呼ばれている大きな木が立っていました。いつからその木があるのか、なぜ神様と呼ばれているのかはわかりません。しかし、その神様と呼ばれる木は大きく育ちすぎてしまい、いつしか近隣住民の邪魔になってしまいました。そこで T さんの曽祖父は、あろうことか、その木を切り倒してしまったのです。その晩のことです。T さんの曽祖母は、ある夢を見ました。それは、裏山から髪の長い全裸の女が降りてきて、T さんの曽祖父を抱えて連れ去ってしまうという内容でした。その悪夢から二日後、京地方は記録的な大雨に見舞われました。大雨によって、裏山は土砂崩れを起こし、T さんの曽祖父母の家を巻き込みました。
そしてその災害によって T さんの曽祖父だけが一人亡くなったのです。偶然が重なっただけという可能性もありますが、神様と呼ばれる木を切り倒したことによって山の神様を怒らせてしまったのかもしれません。寒の虫。これは僕がまだ幼い子供時代に実際に体験したことなのだが、あまりに昔すぎて詳細はよく思い出せない。ある日テレビを見ていて、寒の虫を出すことができるという番組をやっていた。寒の虫とはよく赤ちゃんがぐずった時に言うセリフであって、本当に虫がいるわけではないのだが、それを出せるというのだ。やり方は、濡れ手にたっぷりと塩を揉み込んで、そのまま30秒間ほど力いっぱい握り拳を作るというもの。力いっぱいだ。そして、パッと指を広げると、やがて爪の間から細くて白い虫が出てくるのだという。それが寒の虫なのだとか。子供だった僕はそれを見て、そんなバカなことってあるかよ、と言いながらやってみることにした。果たして、指を広げてみると、なんと、爪の間からニョロニョロと細い糸のようなものがみるみる伸びてくるではないか。虫には見えなかった。まるで半透明な糸のようなものがだんだん伸びてきたのである。僕は怖くなって水道の水でそれを全部流してしまった。それから数年後、少しだけ成長した僕は、あの時のことはやっぱり夢か幻、思い過ごしに違いないと思い、再び同じ方法にチャレンジしてみることにした。確かめたかったのである。そして、再び爪の間から細い糸のようなものがニョロニョロと出たのである。僕はもうそれ以来、怖くて二度と同じ実験はすまいと心に決めたのだった。採用面接。これは俺の知り合いの友人の話です。今から話す出来事の起こった町では、当時物騒なことに連続放火事件が発生していまして、死人は今のところなく、すべてぼやで済んでいたものの、危険なことに変わりはない。火をつけられる家は、一般家庭も会社も空き地も節操がない。そういう前提のもと読んでください。で、その知り合いの人の友人は小さな会社をやっておりまして、従業員50名弱。当時、従業員を募集中だった。募集していたのは、経験者、即戦力が欲しいということで。で、その会社にとある人が雇ってくれと言ってやってきました。後日面接をするということにして、面接の日取りを決めたそうです。面接の時に履歴書を見てみると、その入社希望の人は、スキル、経験等は問題なかったのだが、困ったことに、以前いた会社が取引先の会社だった。雇いたいのは山々なんだけど、こういう状態で雇うと、取引先にお前の会社が引き抜いた
と言われかねない。申し訳ないが雇えない。と言って断ったそうです。入社希望の方も納得したらしく、帰っていったそうです。で、そのこともすっかり忘れた数ヶ月後、会社に刑事さんたちがやってきたそうな。〇〇という人を知りませんか？刑事はそう言った。忘れもしない。それは数ヶ月前、面接をした人の名前。知ってます、知ってます。と事情を説明すると、刑事さんたちはこう言った。実は彼、ここのところ続いている連続放火犯だったんです。彼は自分に恨みがある会社とか知り合いとかの家に放火していたそうです。カモフラージュのために関係ない場所も織り交ぜながら。彼が面接に行って断られた会社も放火の被害に遭っています。だが、その社長さんの場合、断る理由が彼の人となりとかそういうのではなく、前の会社が取引先だから、という彼にとっても納得できる理由だったから放火されなかったとのこと。彼が面接に行った他の会社は、ほぼすべて放火されていたそうだ。もしあの時、他の理由で断っていたら、下手をすると社長家族は死んでいたかもしれない、と。それというのも、彼の会社は同じアパート内に自宅もあったからだそうで、その上、その会社の隣には小さな町工場もあった。なんかプロパンとかたくさんあったらしい。引火していたら爆発も免れなかったそうです。社長さん曰く、全然放火魔なんかには見えなかったそうでございます。逆さまの死神。知人のクラスメートの話。彼は誕生日後のお宮参りに行った際に、お坊さんに、この子は神の子だから長生きできないね、と言われた。彼の両親は生まれたばかりの子になんてことを言うのだろうとカンカンで、別のところにまたお参りへ行ったのだが、そこでもやはり同じことを言われた。高校に入った頃、彼は周囲に、俺もうすぐ死ぬわ、と言うようになった。なんでわかるんだと聞いてみると、死神見たから、とのこと。窓の向こうで逆立ちしてる人がいるんだ。あれが死神だ。それから間もなく、彼は泳ぎが得意だったにもかかわらず、水の事故で亡くなった。奇妙なのは、土左衛門にしては遺体が綺麗だったという点だった。この話をしてくれた知人も死神を見たことがあるらしい。夜、窓の外から父親が、おーいと呼んでいるので、お父さんだと思ってそのまま2階から出て行こうとした。その瞬間、母親に止められ、だってお父さんが、と窓を指すと、何言ってるの？お父さんそこにいるでしょ！と
驚かれた。確かに父親は部屋にいて、もう一度窓の外を見てみると、全身真っ赤な人が逆さまになって手招きしていたそうだ。死神って逆立ちできるんかね。条件は一つだけ。弟と実家で会った時に聞いた話。私の弟は春まで勤務先から電車で20分くらいの場所にあるアパートに住んでいたが、契約が切れるのを機会に引っ越すことにした。元のアパートの家賃は場所の割に大変安く、なかなか同じ条件の物件はなかった。弟が不動産屋へ向かうため駅の反対側にある商店街へ向かってぶらついていると、空室ありの張り紙があるアパートを見つけた。駅から徒歩 6、7分、3階建ての2階。張り紙を読むと元のアパートより一部屋多く綺麗なのだが、家賃はほぼ一緒である。正直言って、その広さ、築年数でその家賃は、場所的に破格であった。連絡先には不動産屋の名前ではなく、個人名と連絡先が書いてあった。電話をかけると自分が大家であるというので、早速会いに行ったという。大家の家はアパートから歩いて10分ほどのところにあった。大家はかなり高齢の女性で、聞けばいつでも入居可能だという。ただ、大家は一つだけ条件をつけた。女性を住まわせないこと。というよりは、男女の同居が不可なのだという。弟に彼女がいるが、一緒に住む予定はない。弟が、遊びに来るくらいはいいんですか?と聞くと、それは構わないが、住むのは絶対にダメだ。と念を押された。その条件は他の部屋も同じのはずだ。夜中に子供の泣き声なんかに悩まされることもないな、と思った。その駅周辺の雰囲気自体が気に入っていたこともあり、弟は入居を決めたのだという。ところが、引っ越してから気づいた。部屋の押し入れを開けると、天板の隅にお札が貼ってあったのだ。真四角の手のひらくらい小さいお札。判読不明の文字が円状に朱で書かれている。内覧の時には気づかなかったのだが、引っ越しの後片付けをしていて初めて気がついたという。不気味ではあるが、剥がす勇気もなく、そのままにした。そして引っ越しから1週間経った頃、夜の11時過ぎくらいにチャイムが鳴った。誰だろうとインターホンを取ると、女性である。3階の住人だという。何か苦情か、と身構えて弟はドアを開けた。
夜分すいません。3階の〇〇と言いますが、ちょっとお尋ねしてもいいですか？その女性を見るのは初めてだったが、見ると嫁にも顔が青い、いや、蒼白である。何かに怯えているのか、おどおどしてるっていうか、そんな感じだったという。何でしょうか？突然こんな時間に失礼なお話なんですけど、お一人で住んでるんですよね？え、そうですけど。女性は住んでいませんよね？そうですけど、何なんですか？あまりに唐突である。第一、初対面の人間に聞く話ではない。時間も時間で少しムッとした。多分表情に出たのだろう。女性は、あ、すいません、ごめんなさいと言って部屋へと戻っていった。その時女性が小さく、隣かとつぶやいたのが聞こえたという。それから何週間かしたある日、隣の部屋が突然引っ越し空室になった。隣には女性が住んでいたのだが、たまに来る程度だった彼氏らしき男性を毎日朝に見かけるようになった直後のことだったという。隣が引っ越しをした翌日、ゴミ捨て場には隣の部屋から出たと思われる大量のゴミが置いてある。ふと目をやって息を呑んだ。大量のお札であった。それはコンビニの袋に入れて捨てられていた。ところが、そんな詰め込まれているように見えない袋が裂けて、お札がニュッと飛び出している。弟は怖くなってよくは見ていないが、そのすべてが二つに裂かれていたと思う、と言った。弟自身の部屋に何かが起こったわけではなく、隣と会場の部屋に何が起こったのかはわからないという。ただその後、休日などに訪ねてきた3階の女性を見かけることがあるが、その顔は夜に訪ねてきた人間と同一人物だとは思えないほど血色のいい、元気そうな顔なんだ、と弟は話した。しりとり。だいぶ前の出来事です。友達に借りたテープに録音されていたラジオ番組を聞き終わり、いちいち停止ボタンを押すの面倒だからと、テープが再生し終わって停止するまで放っておこうと思ったんです。しばらく無音だったんですが、突然波が打ち寄せる音とともに、抑揚のない男の人の声で、海に浮かんでいるもので、しりとりをしてみよう。という声が聞こえてきました。僕が、ん？と思っていると、小さな女の子の声で、人間、
とつぶやくのが聞こえたと思った瞬間、バチーンと停止ボタンが跳ね上がりました。あの時ほどビビったことはなかったですよ。まあこれが僕が生きてきた中で一番不思議でビビった出来事です。ちなみにテープはこの時伸びてしまって二度と聞けなくなりました。このことを友達に話すと、借りたテープダメにした言い訳だろって言われますが、マジ体験なんですよね。隙間に子供の顔。ベッドで上体を起こして携帯をいじってたら、突然足元で寝てた猫が起き上がって扉に向かって威嚇を始めました。見てもそこには何もなく、手元に視線を戻したんですが、視界の端にある扉の少しだけ開いていた隙間に子供の顔があったんです。慌てて視線を向けても何もなく、けれど視線を外すとそこにいる。ホラー映画に出てくるような真っ白い血の気のない顔で、両目のあるべき箇所は真っ黒でした。床からほんの少し上に顔だけが浮いて、こっちをじっと見ていました。どうしようと思いつつどうしようもなく、ちらちらとたまに目を向けながら携帯をいじり続けていたんですが、だんだんと寒くなっていっていることに気づきました。猫は威嚇を続けたまま、寒さで指先がうまく動かず、携帯で友人に連絡をしました。いまだにこっちを見ている子供の顔。怖さがこみ上げてきて、半ばパニック状態だったと思います。手の届く範囲にあった缶を投げつけようとしたんです。でも、手首から先と首以外は、体が全く動きませんでした。声も出せませんでした。恐怖で涙が溢れて、なかなか信じてくれなかった友人も、私のめちゃくちゃな文章などで信じてくれたらしく、真剣に話を聞いてくれました。私以外の家族は全員寝てしまっていて物音もなく、声も出せず動けない。混乱する私に友人は、電話をかけて家族を起こしてはどうか、と提案してくれて、通話のアプリを開こうとしたのですが、このアプリケーションは応答していません、みたいな文章が表示されて、開くことができませんでした。そう友人に伝えると、じゃあ自分がかける、と言って、とりあえず私の携帯に電話をかけてくれました。急いで通話ボタンを押しましたが、反応しませんでした。確かに押しているのに反応はなく、そのうち友人が呼び出しをやめて、どうしたのかと聞いてきたので説明すると、じゃあ家電にかけてくれるとのこと。番号を伝えてかかってくるのを待ちます。ですが、一向に着信音は鳴りません。少しして友人から、話し中でつながらないと連絡が来て、もうダメかもしれないと涙が止まりませんでした。母親の携帯番号を教えてかけてもらっても、話し中でつながらない。その間も
子供の顔はずっとそこにあって、こちらを見つめています。午前2時半頃だったと思います。突然、携帯の電源が切れました。慌てて電源をつけようとしてもつかず、さらに寒くなっていきました。恐怖でどうしようもなく、混乱するままドアの隙間に視線を向けると、なぜか今まで視線を向けていては見えなかった子供の顔が見えたんです。おそらく女の子だったと思います。ロリに恨まれるようなことをした覚えはない。と内心叫びながらにらめっこをしていると、今度は視線がそらせなくなったことに気づきました。不本意にも見つめ合っていると、ふとその顔が少しずつ大きくなっていることに気づきました。大きくなっている。つまり近づいてきているということに。内心絶叫でした。呼吸も苦しくなり、体が震えました。もう部屋に入ってきてしまう、となったとき、不意に威嚇を続けていた猫が、机の上にあった缶を落としました。下はフローリングなので、割と大きな音が鳴り、その瞬間に、ふっと、すべてが消えました。見つめ合っていたロリの顔も、寒さも、息苦しさも、体の不自由さもすべて消え、体から力が抜けました。猫は足元で丸くなって寝ているし、少しするとお手洗いに起きた母親が、部屋の外の階段の電気をつけました。すべて元通りでした。携帯の電源もつきました。友人に事の顛末を説明し、今日はもう休めと言われて毛布をかぶってから、ふといたずら心が芽生えて、例の扉を取ってみました。ここにいた、と一言添えて送ると、帰ってきたのは、今すぐ写真を消せ、という言葉。慌てて写真を見ると、ロリの顔があった床上よりも、ずっと隙間の上の方に何かが映っていました。人形にも見えるし、覗き込んでくる女の顔にも見えるし、もちろん、ロリの顔にも見える白い何か。写真を削除し、すべて悪い夢だったんだと言い聞かせて、眠りにつきました。起きたら、ひどい頭痛と高熱に襲われましたが、気のせいです。次はいつ会えるんだろうな。私が中二の時、市内一の進学校に私と同姓同名の人が合格していた。新聞でそれを見て勘違いした母の友人とかから、Mちゃんすごいじゃないとお祝いの電話をもらって、私は来年受験なんですと訂正するのが何回かあった。翌年、その学校には、恥ずかしながら、同じ名前の合格者はいなかった。それから数年後のこと。会社に来る営業さんで、私と同じ名字の人がいて、うちの妹が、私さんと同姓同名、漢字まで同じ、と言われた。ふと上記のことを思い出し、何の気なしに、もしかして妹さん、
私より一つ年上で、〇〇高校出身では？と言ったら、なんでわかったんですか？と。あなたの妹さんのせいで、マジっすか？なんかすいません！みたいなことがあったんだけど、ちょいと続きますね。少し前に交通事故に遭いまして、保険屋さんから通院日数等の確認の電話をもらったのね。通院10日間ということでうんぬんと言われて、ん？そんなに通ったっけ？とちらっと思いつつ、はいはい返事しちゃってたら、次の日に保険屋さんから再び電話で、通院日数を8日に訂正したいとのこと。あ、やっぱり、となった私に保険屋さんが手違いの理由を説明してくれた。同市内に住む同姓同名さんが、やはり交通事故で同病院で同日に初診。私と同じ診断を下されていて、病院側が間違ってそちらの人の書類を送ってきてしまった。年齢は一つ上だが、誕生日がまだなんで、数字上は同年齢。最終的に住所の町名以下が違うことで別人であると判明した。長年この仕事をしていますが、こんな偶然は初めてです。って保険屋さん謝ってたけど、こっちにしてみりゃ、私その人知ってるってなった。営業さん変わっちゃったから確認できないけど、多分彼の妹さんで間違いないと思う。診察時間がずれれば会えたかもしれないな。私の人生をニアミスしていく不思議な同姓同名さん。次はいつ会えるんだろうな。天使。知り合いの話。彼はかなり深い山奥に住んでいる。一番近い林家でも1キロくらい離れているそうだ。ある日、その林家の親子と農道で一緒になった。娘はなかなか社交的なお嬢さんで、彼にいろいろと話しかけてきた。お嬢さん曰く、彼女はよく山の中で天使と遊んでいるのだという。子供の空想かと微笑ましく思い、可愛いものですね、と母親に話しかけた。母親は急に無表情になっていった。天使には、毛の生えた尻尾なんて生えてないわ。そこで会話が途切れてしまい、そのまま道なりに別れたという。数年後、その家族は引っ越してしまい、天使のこともそれきりなのだそうだ。トイレのドアを叩くのは、今年のゴールデンウィークに起こった出来事。俺以外の家族が2泊3日の旅行に行ってしまった。家は結構広い2階建ての一戸建てで、昔からあるものを親父が買って家族で住んでいた。この家には、1階と2階にトイレがそれぞれ一つずつあった。俺の部屋は2階にあるから、
俺はいつも2階のトイレを使っていた。その日は学校の特別補習があって、家に帰るのが遅くなってしまった。学校を出たのが7時半くらい。家に着くのはいつもだいたい8時ぐらい。遅くなっても今日と明日は俺一人だし、立ち読みでもして帰るかな、などと考えながら道を走っていると、急にお腹が痛くなった。これはやばい。もうあと少しで出る。と思いながら自転車を全速力で走らせるが、この辺りには公園もコンビニもない。野ぐそなんて絶対嫌だったので、腹の痛みに耐えながら家を目指した。全速力で飛ばしたのですぐに家に着いた。家に着くなり1階のトイレに入り、鍵をかけて用を足そうと便座に座ると、どんどん、どんどんと、ものすごい勢いで扉が叩かれた。驚いた俺は用を足すのも忘れ、しばらく、どんどんというドアが叩かれる音を聞いていた。なぜか恐怖心はなかった。一瞬驚いただけ。全然ドアを叩く音は止まないので、呆然として音を聞いていると急に音が止み、ものすごいでかい声でいきなり叫び声がした。何を言っているのかは全然聞き取れなかった。しかし、その言葉を聞いた瞬間、なぜかものすごい恐怖に襲われた。そして、ドアを叩く音を再開。俺は頭を抱え、ガタガタ震えながら音が止むのを待った。頭の中では、なぜかお経や神頼みの言葉ではなく、ここは俺が使ってますから、どうか2階のトイレに行ってくださいと祈っていた。そうすると、俺の祈りが通じたのか、音が止み、階段を駆け上がる音が。俺は音が止んだ後もしばらくトイレの中にいた。腹の痛みも、便意も、すでに消えていた。しばらくして気持ちも落ち着いてきたので、とりあえずトイレから出ることに。そして、そのまま何も持たず家を出て、友人の家に行った。事情を話したら、友人は今晩泊めてくれるとのこと。でも、明日から友人一家は出かけるので、明日は家に帰らなければならない。そして次の日、俺は友人に礼を言い、家に帰る予定であったが、いざとなると勇気が出ず、しばらくファミレスに行ったり、本屋で立ち読みしたりした。しかし、明日はまた補習があるので、家にはどうしても帰らなければならない。意を決した俺は家に帰ることにした。まだ昼の3時くらいだったので、周囲は明るかった。家に入って、まず目についたものは、無造作に投げ捨てられたバッグ。しかし、明日の補習に必要なものは2階の俺の部屋にある。しばらくその場に座り込み考えたが、結局2階に上がることにした。そして、2階に上がろうと階段に足をかけた瞬間、急に腹に痛みが。それも昨日の日じゃない。もう出る、漏れる
と思い、すぐに一階のトイレ。しかし、なぜか鍵がかかっていて開かない。俺は全力で扉を叩き続けた。しかし、扉は開いてくれない。開けてくれと、誰が中に入っているわけでもないのに、大声も上げた。そして、また扉を叩き始めた。その瞬間、気づいた。これって、昨日と同じじゃないか。じゃあ、昨日扉を叩いていたのは、俺？わけがわからないまま、とりあえず2階のトイレ。行こうとしたが、すごく嫌な予感がしたので、お隣の家へ。お隣の人は、俺の表情を見るなり、どうしたの？と聞いてきた。とりあえず俺は、トイレ貸してくださいと言い、トイレを貸してもらった。トイレから出ると、お隣さんは困惑した様子だったが、俺が、何でもありません、と言うと、それ以上は聞かなかった。結局その日は、ファミレスで夜を過ごした。次の日、家の前で家族の帰りを待ち、事情を話したが、誰も信じてくれなかった。登下校ルート。俺が通ってた高校の近くにお寺があるんだけど、一昔前、牛女が出るってんで、結構有名な場所で、某アニメを見てた人ならわかると思うけど、あの辺は峠工事、小一時間山登りをせにゃならんのですよ。その峠行ルートは二つあって、一つはちゃんと舗装された県道を登るルート。二つ目は小山を切り開いて作られた、両側にフェンスの張られた離道を通る必要があるんだけど、ある日、部活で日も暮れかけた時間に、一人でその離道を下っていると、岩に腰掛けて頭を抱えているボタン柄の着物姿のおばさんが見えたのね。中高とこの道を利用してた俺はへっちゃらだけど、参観に来る親御さんたちなんかは、途中でへばってしまって座って休憩していることも多いわけ。その時もこんな時間にどうしたんかな、年配にはきついやろなとか思いながらおばさんの前を通り過ぎようとしたの。そしたらおばさんが座っているあたりから動物の鳴き声のようなブルルルって声が聞こえたので、犬も一緒なのかなと思った俺は、ちらっと振り返ったのね。そこからは、途切れ途切れにしか覚えてない。一つは、赤いボタン柄のように見えていたのは、どす黒いシミだったこと。二つ目は、顔が異様に長かったこと。三つ目は、全速力で離道を下り切った先に見える公園のブランコに、それが座っていたこと。家に帰って気が狂ったように泣いた。それから卒業まで、あの道は一度も通っていません。トントンしたでしょ。コンビニであったちょっと怖い話。ある昼間、トイレに行こうと思って近くのコンビニに入った。
入って右側に雑誌のコーナー。通り抜けてトイレ。コンコン。コンコン。返事ないのに鍵かかってる。俺、強引にドアノブガチャガチャした。開かない。誰か入っているんだろうと思い直し、そいつが出てくるまで雑誌コーナーへ、しばし立ち読み。雑誌コーナーには四五人くらいいて、トイレから一番遠いところで、どんな奴が出てくるのか待ってた。二分経過。髪の長い、痩せた若い女が出てきた。なんか、目が異常に大きかった。立ち読みしているトイレ側の人に、なんか話しかけてる。二人目、三人目と話しかけてる。隣の隣の男に、女が下の方から覗き込むように、さっき、あんたトントンした？したでしょ？いや、してない。ついに、隣の男のところへ女が、あんたでしょ？さっき、トントンしたよね？俺は見た。目が異常に大きい。赤く充血している。明らかにおかしい。俺はさっと見ていた本を閉じると表へ飛び出した。女が走ってくる。もう頭パニクって車の中へエンジンかけて、さあスタート。女がフロントガラスに張り付いていた。さっき、あんたトントンしたでしょ。あとは、覚えてない。ノートを隠された。小学校の時の話。俺の行っていた小学校はかなりのバカ学校で、俺はどうしてもクラスに馴染めず浮いていた。ヘビーないじめこそなかったが、何かにつけてクラスのガキ大将的なやつとその取り巻きに因縁をつけられ、今思えば可愛いものだが、いたずらされからかわれていた。その日も俺はノートを隠されていた。連日のことでもうほんと頭に来ていたので、俺もガキ大将のノートを隠して仕返しすることにした。昼休み、みんなが校庭に遊びに出た隙に、奴の机を調べてノートを見つけた。その時、隠す前にノートを盗み見てやろうと思いついた。ノートは下手くそな字であふれ、簡単な漢字も間違え放題で、やっぱりこいつバカだ。こんなところ早く卒業して、とか思っていたのだが、急に真っ白なページが続き出した。ん？と思ってめくっていたら、白いページに汚い字で一言。高島様。と書いてあった。高島は俺の名前だ。続いて下の名前で〇〇様。そして次のページにはサイズはぐちゃぐちゃでページの枠からもはみ出し、書き損じには鉛筆で乱暴に訂正がしてある高島様がノートを埋め尽くすほど書かれていた。俺はノートを隠すのをやめた。
貧乏神。私が以前に交際していた男性は非常に霊感の強い人でした。ある日、その人と街中を歩いていた時のことです。交差点で信号待ちをしていたら彼が、あの人のカバン、と驚いたようにつぶやきました。どうしたの？怪訝に思い、私は彼に尋ねましたが、彼は何も答えてくれません。それでも私は、一体どうしたっていうの？と彼にしつこく尋ねました。すると彼は緊張した表情をしながらこう言ったのです。あそこの男が持ってるカバン。多分あの中にはたくさんのお金が入ってる。でも、たくさんの手がそのお金を掴んでるんだ。私は彼が言っている男が誰なのかすぐに見当がつきました。男を見た瞬間、私は背中が寒くなる感じがしたからです。その時信号が青になり、男が歩き出しました。私と彼も人の流れに沿って歩き始めましたが、男との距離が縮まるにつれ、私の緊張感も嫌おうなしに高まります。すると彼が私にこう囁きました。大丈夫さ。でも、かわいそうだけど、関わり合わない方がいい。そして彼は私の手を握りしめたのです。あんな彼は初めてでした。だから私は思わず彼の顔を見ながら呆然と歩いてしまったのです。彼も私のことが心配なのか、私の顔を覗き込んでいました。するとその時、と音がし、男が私にぶつかったのです。男はよろめき、すぐに倒れ込んでしまいました。そして、男のカバンからたくさんの札束が飛び出したのです。私は、すいませんと男に謝り、札束を拾おうとしました。すると彼が、よせと、大声で怒鳴ったのです。でも私は、彼の態度に男が怒り出すかも、と考えました。だから私は、慌てて、急いでいたのですいません、と謝りながら、札束を拾い上げて男に手渡ししたのです。男は札束をカバンに入れながら、私も前をよく見ていなかったので、すいません。と言い、特に怒っているように見えません。男はそのまま立ち去りました。その時私は彼がいなくなっていることに気づいたのです。私は彼に何度も電話をしましたが、彼は電話に出てくれません。仕方がないので、私はそのまま一人で家に帰りました。家に帰ってから気づいたのですが、私は財布を落としたようです。でも、どこで落としたのか、私には全く見当がつきません。そこで私は、彼に話を聞いてもらいたくて、もう一度彼に電話をしました。今度は彼もすぐに電話に出てくれ、すぐに私の家に来てくれることになったのです。でも、
私の家に来てくれた彼は突然、私に封筒を手渡し、こう言いました。愛情は多くの人を救うけど、お金はもっと多くの人を救うと思う。君にはこれが必要だ。彼の手渡した封筒の中を見てみると、数枚の一万円札が入っています。私は無性に腹が立ち、何を考えてるのよと彼を怒鳴りつけてしまいました。すると彼は泣きそうな顔をしながら、ごめん、もう君とは付き合えない。と言います。私が彼と会うのは、それが最後になりました。その後、私の人生は不運続きで、今では多くの借金を抱えています。また、不気味な体験を私はよくするようになりました。例えば、買い物の代金を払おうとお金を取り出すと、お金を持っていかないで、と声がし、私の手やお金にたくさんの手がつかみかかってくるのです。その手の中には、もう一人の私も、もう一人の私は、私を恨めしそうに見ながら、どうしてお金を持っていくの?と叫ぶのです。もしかしたら私も、あの人たちの仲間になりつつあるのかも。不思議なものが落ちていた。祖父の話。若い頃の祖父は林業で生計を立てていた。ある日祖父はそろそろ出荷するための木を選んでいるときに、道の真ん中に不思議なものが落ちているのを見つけた。手に取ってみると、それは表面に美しい彫り込みのなされた瓢箪でできた水入れで、中に何か液体が入っていた。蓋を開けて中身を少し地面に垂らしてみたところ、どうやら血のようだった。急に恐ろしくなり家に逃げ帰り、次の日またそこへ行ってみると、瓢箪はなくなっていたが、代わりのようにカラカラに干からびたネズミとカラスが打ち捨てられていた。ペット専用の墓地へお参り。自分が体験した話です。うちで飼っていた愛猫が亡くなって、ペット専用の墓地へお参りに行ってたんだけど、その日はたまたま一人で行こうと、花や線香やら持って、いつものように出かけました。天気も良く、お墓に着いたからペットボトルの底部分を切ったものを花立てにしていたので、お水を汲みに行こうとしたんです。場所としては、水道、焼却場、お墓、道路、という並びです。いつものように焼却場を越え、お水を入れて、さあこの花を備えに、と思い歩き出したのですが、焼却場を越え、墓に来た瞬間、凍りつきました。
お墓部分だけ、下は砂地で、あとはアスファルト舗装されているのですが、突き当たりにあるはずの共同の墓がなく、一面砂地になっていて、見えるはずのない向こう側が見えていたんですね。向こう側は堤防になっていて、ブロックの壁があり、お墓はどこにもありません。あまりにもおかしいと思い、来ていなかった間にお墓の場所が移動されたのかと思い、そこの事務所へ向かおうと思ったんですけど、自分の見間違いなのかと、もう一度水場へ戻ってからもう一度戻ると、さっきまで一面砂地だったさら地が元通りのお墓になっていました。何度も来てる場所なんで見間違えるはずもなく、未だに不思議な体験でした。その後、自分や家族の身に何も起きてはいないです。正夢を見ると評判のおばさん。夢に関しては今でもトラウマになっていることが。私がまだ厨房の頃、母に聞かされた話なの。母は子供の頃住んでいた地区に、正夢を見ると評判のおばさんがいたの。そのおばさんが、〇〇さんの葬式の夢を見た。といえば、本当に亡くなったり、〇〇さんが強盗に遭う夢を見た。といえば、本当に泥棒が入ったそうよ。おばさん一家は大きな川の近くに住んでいたの。台風が近づいた頃、おばさんが奇妙な夢を立て続けに見るって周りの人に言ってきたの。その内容というのが、早朝に一家全員で水風呂に入って、それぞれが自分の頭蓋骨を洗っている。というもの。聞かされた人は直感的にこの一家に恐ろしいことが起こるって思ったんだって。台風の日の深夜、川が氾濫しておばさん一家の家は流され、翌朝、全員の遺体が見つかったのよ。無口な男。行きつけの居酒屋であった話。5年ほど前、ある変わった常連客がいた。身なりの綺麗な中年の男で、いつも焼き鳥数本と瓶ビールを頼み、小一時間で帰る。何度もカウンターで隣になったが、話しかけても無視される。マスターとも注文以外の会話はなく、無口な男だな、くらいの印象しかなかった。しかしある日、後から入ってきた他の常連客に向かって、男が突然怒鳴った。今すぐ家に帰れ、女房を病院に連れて行け。常連客は取り合わず、しかし男は訴えかける。だんだん口論気味になってきたところで、マスターが制止した。常連客が家に電話すると、女房は早々に寝てしまったとのこと。俺たちはなんだか嫌な感じがして、常連客を説得し帰らせた。俺が男にどういうことか尋ねると、いつもこうだ、みたいな愚痴っぽいことをブツブツと言い、お代を払い帰ってしまった。後日、先の常連客から聞いたところによると、女房は軽いめまいを感じ、大事を取って横になっていたという。店での一件もあり、
何か不気味に感じた常連客は女房を病院に運んだ。病院で症状を話すと、すぐに様々な検査が行われ、なんと緊急手術となってしまった。くも膜下出血だった。手術は成功し、目立った後遺症もなく、女房は無事回復したが、医師はこの状態でよく気がついた。大概もう少し進んでから来るものだ。しかし、それでは手遅れなのだが、というようなことを語っていたという。男はその夜以来、店には来なくなったらしい。マスターが言うには、多分男には予知能力みたいなものがある。しかし、それのせいで何か損をしてきた過去があり、塞ぎ込んでいたんだろう。どういうわけでうちの店に通ってくれていたのかはわからないが、会話しないとはいえ、よく顔を合わせる同じ常連客の不幸を黙って見てはいられなかったのだろう。何か詮索されるのを嫌がり、来なくなってしまったのだろう。考えすぎだとは思うが、そう思うと、なんとなく筋道が通るような気もする。もちろん、こういった場でしか話せない、取り留めのない話なのだが。男は嫌がるだろうが、できれば詳しい話を聞いてみたかった。笑い女。知り合いの話。実家のある山奥で祖父の手伝いをしていた時のことだ。どこからともなく人の笑い声が聞こえてきた。キラ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 。調子外れで甲高い声だったが、間違いなく女性のものだった。なんとなく何かを喜んでいるみたいな響きだ。笑い声を聞くや否や、祖父が山を降りるぞと撤収を始める。祖父は作業を途中で切り上げることがまずなかったので、意外に思ったという。いぶかしく思って、何かあるの?と尋ねると、次のようなことを言われた。この奥には、大昔から笑い女っていう化け女がいるんだと。山に入った木こりとか見つけると、いいものを見つけたと笑い声を上げるそうだ。捕まると食われてしまうというから、さっさと逃げるに限る。本当に食べられるの?驚いてそう聞き返す。本当のところはどうなのかわからんが、お前はこんな山の中で嬉しそうに笑いながら追いかけてくる者に会ってみたいか?会いたくなどなかったので、素直に祖父に従い下山した。笑い声は途中まで追ってきていたが、麓に近づくにつれてだんだん小さくなっていき、やがて聞こえなくなったという。